はようございます。ゆるまりさこです。今日は寝坊して出発が遅れてしまいました。新幹線に乗って新横浜までワープします。今日は今シーズン初の土曜日開催の試合。たくさんの人がスタジアムに集まると思うとワクワクします。勝利で喜べる良い一日になりますように。本当はマスコットグリーティングに参加したかったけど、間に合わないことが確定したので、お花を見て現実逃避。また次の機会があるので気を取り直してスタジアムに向かいます。まだ桜のピンク色が少しだけ残っている。いつもより人が多いですね。試合観戦デビューの人もいるのかな。グッズをチェックします。今回は控えめに。リボンキーホルダーはリベンジです。スタグルを散策します。しっとりふわふわで美味しい。もう少し食べたいです。豚肩のステーキ弁当、お肉が柔らかくて美味しかったです。そろそろ入場しようかなと思ったら、スタメン発表。塩貝選手スタメンだし、小池優太選手が復帰です。入場しました。ステッカーは長戸選手でした。M カフェさんに来ました。シトラス味のマリノグラスが美味しかったです。スモ王者奪還へ、最後の1秒まで攻め続けよう。トリナガとにかく貪欲に。それぞれの課題やチャレンジを知ることです。こだわり続ける、磨き続ける技術で酸化対策、いつでもフレッシュなオイルを。これからも VAR、 VAR は次の4つの事象で、はっきりとした明白な間違いがあった場合、主審がこのシグナルを示したときは VAR が映像をチェック中です。プレーの再開までお待ちください。また主審、どうも熱い応援よろしくお願いします。選手の紹介をいたします。
朝倉圭吾、フォワード37番塩貝健人、フォワード26番小池優太、
そろそろ帰ります。この悔しさもサッカー、この連戦を負けずに勝ち点を積み上げているのはポジティブなこと。 ACL が再開しアジアの頂点を目指すならへこたれてる暇はない。韓国遠征する方、どうぞお気をつけて。今日も最後まで動画を見てくださりありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。今日の反省会会場はこちら。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。